無駄なことを考えて、無駄なことをしないと伸びません。行動のすべてに制限をつければ、それはやがて仕事や人生にも影響する。限界なんてないんだよ。今日の失敗は明日になればエピソード。楽しんで、無駄にした時間は無駄じゃない。